スリーマイル島原子力発電所スリーマイル島原子力発電所はアメリカの原子力発電所であるペンシルベニア州ハリスバーグ近くにあるサスケ花川の中洲であるスリーマイル島に建設された1979年に2号機原子炉が炉心溶融事故を起こし世界的に名前が知られるようになった残った1号機も2019年9月に運転を停止し 廃炉作業を行っている。スリーマイル島原子力発電所は、ゼネラルパブリックユーティリティ社によって建設された。建設開始は1968年であり、発電開始は1974年9月2日である。実際の運転は GPU 社の子会社である、メトロポリタンエジソン社によって行われた。2号機で事故が発生した1979年3月28日の、 段階では運営会社がメトロポリタンエジソン社から GPU の新しい子会社 GPU ニュークリア社に変更されていたグップン社は1998年まで1号機を運転したがその後フィラデルフィア電力エネルギー社とブリティッシュエネルギーグループのジョイントベンチャーであるアメジェンエネルギー社に売却したその後ピコはユニコム社と合併2000年にエクセロン社が ピコの出資分を取得したエクセロン社は2003年にブリティッシュエネルギーグループの出資分も取得し、2017年の段階ではエクセロン社の原子力部門が所有している。2017年5月30日、エクセロン社が2019年9月に閉鎖を予定していると発表。主な閉鎖の原因はシェールガスによるエネルギー価格の低下と福島第一。 原子力発電所事故後の運営コスト上昇による採算性の悪化としている。後に予定は2019年9月30日に変更となり、同年9月20日、1号機を停止した。今後、核燃料を取り出し、約60年かけて廃炉を行う計画である。ありがとうございます。